ウマ娘民の愛がさすがに怖すぎると話題です。今月 2.5 周年を迎える人気ソシャゲウマ娘、当ゲームはそれぞれのキャラが非常に魅力的であるため、キャラごとに熱烈なファンがついていたりするんですよね。特にこちらのキャラ、カレンちゃんというキャラはプレイヤーのことをお兄ちゃんと呼ぶ甘え上手な妹のようなキャラなため、ネット上では二次創作が大量に作られるなど大人気なのですが、同時にカレンちゃんのファン、通称お兄ちゃんは愛が深すぎることがたびたび話題になっているんですよね。最近ご紹介した中だと、公式がこっそりと行った勝利演出の際の胸の揺れが少しだけナーフされ、以前より揺れなくなった時にいち早くカレンちゃんの異変に気づき、昔より揺れなくなったスポブラに変えたのかなおと、やや気持ち悪い考察をしていたことがあり、人民からよく気づくな困難、これに気づくとか真のお兄ちゃんはちょっとレベルが違いすぎるだろうなおとドン引きされていたのですが、お兄ちゃんたちの伝説はこれ以外にもあったみたいなんですよね。それがこちらのウマ娘クイズ、誰の足でしょうかというスレ内で起こりました。これ系のスレは他のソシャゲとかでもよく行われる画像の一部だけを見てどのキャラか当てるというもので、今回の議題はウマ娘に登場する温泉シーンの足部分だけを見てどのキャラか当てるという趣旨のものでした。そして最初の議題はこちらのそれじゃ絶対わからないだろうという足の一部の画像だったんですよね。しかしこれに対して約50秒後にカレンと返信をした方がおり、しかもどうやらそれが正解だったみたいで、人民から怖い怖い怖い、本日のホラースレはここですか、自演だと言ってくれお願いします、なおとマジでドン引きされてしまいました。その後スレ主が自演ではないことを証明してしまったので、この人は本当にこの画像だけでカレンちゃんの足を見抜いたヤバい人だということで、またお兄ちゃんが現れてしまったのか、膝から上が映ってないのにわかるのが怖えよともはや呆れられておりましたね。ではですが、その後もお兄ちゃんに続こうと足クイズは行われたのですが、なかなか正解することができなかったため、全然わからん、なんでこいつ当てれんだよ、マジでカレンちゃん一発で当てたには何なのなおとヤバさを再認識されていましたね。しかし続けているとこのように足先より上を映している画像に対してはここまで見えてたらわかりやすいプラスと自信満々に答える方なんかもいて、どうやらこれも正解らしく、ネット民から一体何がどうわかりやすいんだよ、当てずっぽうじゃなくてちゃんと考えて当ててきてるのか怖えよと突っ込まれていたり、その後出されたこちらの画像に対して、あ、推しだとわかるわ、丸全スキーだろう、丸全スキー丸オーバーと一気に3人正解していたりと、どうやら彼らは本当に違いがわかるみたいで、ネット民からなぜこの才能を実社会で活かせないのか、お前らひよこ鑑定士とかで食っていけるぞマジでなおと呆れられつつも称賛されていましたね。リプレイの方向けにご説明しておくと、温泉のイベントは毎回見れるわけではなく、運がいいと見れるレベルのものですし、そもそも足が映るのなんて本当に一瞬なので、推しだろうとなんだろうと普通はわからないと思います。さて、このように怖いファンが多いウマ娘、実はカレンちゃんのファン以外にもウマ娘には濃い界隈があって、こちらの人気キャラであるアグネスタキオンはなぜかずっと新衣装が実装されていなかったため、知恵袋に新衣装のアグネスタキオンはいつになりそうですかという誰もわからない質問がされたり、実装情報がなくてもトレンドにタキオン新衣装が入ったりするため、ネトミからはタキオントレンド上位にいるのに別にガチャに来るわけでもないのくさ、まだ確定していない情報を聞きとして伝えようとするななおと打ち切れてしまう方も湧いていたのですが、先日ついに水着衣装が実装されてファンたちが大喜びしておりましたね。全ウマ娘ファンが待ち望んだタキオンの新衣装ですが、実はツイッターにはタキオンに新衣装が来るまで腹筋ローラーをするという企画を約1年半も続ける猛者がおり、毎回公式生放送前についに新衣装タキオンが実装か、緊張してきたなとツイートをしては実装されなくて絶望をあらわにする画像を投稿していたのですが、今回やったのことでタキオンの新衣装が実装されたことでおそらく日本で一番喜んでいましたね。エトミンからもついに報われたよこの人、571日毎日ローラーすげえよなどと絶賛されておりました。その後しっかりとタキオンを引けたみたいなので報われて本当に良かったですね。ファンの熱が半端ではないウマ娘、これは余談ですがカレンちゃん関連のネタの中にカレンちゃん苦労概念というものが存在します。こちらはカレンちゃんの二次創作の流れが決まって、カレンちゃんがお兄ちゃんを誘惑して既成事実を作ろうとするも、母親の意思を持つお兄ちゃんがその誘惑に耐え切ってしまい、カレンちゃんが悲しむという内容だったため派生した概念で、カレンちゃんの誘惑に耐えるためにお兄ちゃんが滝に打たれる描写などがあるせいで、兄ちゃんすぐ滝を行くのやめてなおというパワーワードが飛び出したりしますが、初見の人にとっては意味不明だと思うのでこの辺にしておきます。本日のニュースでした。ご覧のスポンサーです。